はい、どうも、ヒューガバー確定探偵団でございます。今日は、ドラマ、バーレモンハートに出てきたお酒を紹介してみようという、そういう回にしてみたいと思います。まあ、このバードラマレモンハートというのはですね、もともとは漫画バーレモンハート。こちら、古谷光俊さんの書いた、まあ、バーの漫画では非常に有名な漫画ですが、この漫画を実写化したのがこのドラマ、バーレモンハートです。で、このバーレモンハートというお話はですね、世界のお酒なら何でも置いてあるぞというバーレモンハート。そしてそこにはお酒のことなら何でも知ってますよというマスターがいらっしゃって、で、常連様が二人いつもいらっしゃるんですね。一人はまっちゃんと呼ばれる方。このまっちゃんは職業はフリーライターです。で、いつもウイスキーのウーロン茶割りを飲んでる。自他ともに認めるお酒音痴。お人よしで女性にはちょっとモテないという、そういうキャラクター。そしてもう一人の常連様がメガネさん。このメガネさんは帽子とサングラスとコートをいつも店内でも着ていると。ちょっと怪しげな雰囲気の常連様なんですが、お酒のことには非常に詳しくて、マスターも一目置く存在というこのメガネさん。この三人がいつもこのドラマには出てきます。そこに毎回いろんなゲストが来て、で、そこでいろんなドラマが巻き起こるという、まあ、ちょっとハートウォーミングな心温まるお話です。で、そのドラマレモンハートという中で、懐かしのジントニックという回があるんですね。この懐かしのジントニック、僕大好きな回、お話なんですが、この懐かしのジントニックというお話の中で、ジントニックが3種類出てきます。この3種類を今日、まあ、作りながら、ストーリーをこう、お話しながら、紹介していこうかなというふうに思っております。はい、それでは早速始めていきたいと思います。まず、いつものように、バーレモンハートにはマスターと常連様、まっちゃんとメガネさんがいます。で、マスターはですね、こうグラスを拭いてます。そしてまっちゃんはいつものようにウイスキーのウーロン茶割りを飲みながら何か書き物をしてるんですね。まあフリーライターですから職業が何かこうネタを書いてるんですかね。で、メガネさんの方はいつものようにタンカレーの冷凍をストレートグラスで飲みながら競馬新聞を読んで競馬の予想をしてる。そういうところに一人の老人が訪れます。かなりこわもての老人でちょっと杖をつきながらパッと入店されるんですが、そこでこの老人はマスター、うまいジントニックをいただけるかなと注文するわけです。そこでマスターはかしこまりましたと言うんですが、老人がもう一言、もう一度言うぞ、うまいジントニックをもらいたい。ここで店内にはピーンと一度緊張が走るんですね。書き物をしていたまっちゃんも、そして競馬新聞を読んでいたメガネさんもふっと顔を上げるわけです。そしてまっちゃんが、いるんだよね、ああいう小うるさいじいさん。するとメガネさんは、ただマスターの作るジントニックは絶品だからな、なんて言って二人はニヤッとしながらその様子をカウンターの端から見てるわけです。では、そのバーレモンハートで普通に出されてる絶品、マスターの絶品のジントニックというのをちょっと実際にお作りしてみたいと思います。まず材料、ジンはゴードンジン。これまだ47度ある頃のゴードンジンを。まあ、このお話自体が2016年に放映されたものなので、まあその時のゴードンジンという感じでしょうかね。はい。を使ってます。そしてトニックウォーター。こちらシュエップスです。非常にメジャーな銘柄ですね。このトニックウォーターのお話に関しましては、以前トニックウォーターのお話という動画を上げたので、よかったら概要欄に貼っとくので、そちらも見てみてください。はい。で、この2つの材料と、ライムを使うというのが、このバーレモンハートのスタンダードのジントニックです。では実際に作りながらお話していきたいと思います。まずグラスなんですが、まあ同じグラスはなかったので、うちだとこう12オンスのグラスを使います。まあ大体12オンスぐらいのグラスだったと思います。あのドラマの中でもですね。で、ここに氷を詰めるわけですが、僕はジントニックを作る時には大体3個ぐらいどんどんどんと大きい氷を入れるんですが、このドラマレモンハートの中では、氷は5つぐらい入れてます。ちょっと小ぶりの氷を5つぐらい詰めてますね。じゃあ実際に氷詰めていきます。はい、このように5つぐらい氷を詰めました。続いて、ここに冷凍したゴードンジンを 30ml ほど注ぎます。そして続いて、ライムを6分の1カット、ここに果汁だけを絞っていきます。
そしてここにシュエップスのトニックウォーターを注いでいきます。ドラマの中ではだいたい 60ml ぐらい注いでます。なのでジンとトニックウォーターの割合は1対2ぐらいのジントニックになってます。これをできるだけ氷に当てないように注いでましたね。そしてこの後、レモンハートのジントニックは比較的しっかりと混ぜるジントニックです。これを3回転素早く混ぜて、そして、多少氷を持ち上げるという方法をレモンハートでは取ってます。では実際に混ぜてみます。3回ほど混ぜて、バースプーンを手前、奥、そして氷を持ち上げるという、本当に比較的しっかりと混ぜるジントニックですね。で、ここにライムを飾って、バーレモンハートのスタンダードのジントニックの完成です。まあ、このジントニック、比較的しっかり混ぜてあります。そして炭酸もある程度抜けてもいいというぐらいしっかり混ぜてるので、ジンの香り、ジュニパーの香りがふわーっと上がってくれるジントニックです。はい。ちょっと一口飲んでみましょうか。そうですね。はい。で、このジントニックのデメリットとしては、しっかりと混ぜてしまっているので、炭酸の抜けが少し早いです。10分ぐらい経つとちょっと炭酸の気が抜けてしまうというか、微炭酸な感じのジントニックになってしまうんですが、冷凍のジンを使ってますから、通常のジントニックよりも、温度が低いです。だいたい3度ぐらいのジントニックになってます。なのでその冷たさで清涼感もしっかりとあるという美味しいジントニックに仕上がってます。はい、ではこれを、その老人にマスターは出すわけです。では話を進めていきましょう。そうするとこの老人はふーっと一息ついてからゆっくりと口に運び、ごくりと一口飲むわけです。そして老人はこう言います。That can't be right. マスター、私は最初に言ったはずだ。うまいジントニックをいただきたいと。はっきり言うぞ。まずいよ、このジントニックは。そう老人は言うわけですね。そしてさらに老人のセリフは続きます。この前、私の最後の友人が亡くなってね。これで私はとうとう一人になってしまった。そんな時、遠い昔仲間たちと飲んだジントニックを思い出した。それでいろんなバーを探し回った。ただ結果は散々だったよ。そんな時このお店の噂を聞いて、もしやと淡い思いを抱いて来たんだが残念だったよ。そして老人は席をすっと立ち上がって、一口しか飲んでないんですが、すっと席を立ち上がって、いくらだったかなと帰ろうとするんですね。そうするとバーレモンハートのマスターが、お待ちください、私もプロのバーマンです。そこまで言われてはいそうですかとお帰りいただくわけにはいきません。3日間だけお時間をいただけないでしょうか。それまでに必ずお客様が納得していただけるようなジントニックをご用意させていただきます。そうやってマスターはこの老人に言うわけです。そうするとこの老人はですね、3日もか、その日は偶然にも私の88回目の誕生日だ。おそらくこれが最後の誕生日になるだろう。分かった、3日後の同じ時間に来るとしよう。そうやって老人は帰っていくわけです。そして老人が帰った後、端の方にいた常連二人、メガネさんの方がですね、まず、マスターも偉い約束しちゃったなと言うわけです。そして、まっちゃんは、そんな深刻に考えなくても、ちゃちゃっと分量とか変えて作り変えればいいんじゃないの?なんて言うわけですね。すると、こう、マスターとメガネさんがまっちゃんにジントニックの説明をし出すわけです。ジントニックというのは一見シンプルなんですが、ジンの種類や作り方で味は大きく変わってしまうんです。で、メガネさんの方が、ジンは世界に何種類あるか知ってるかと、数千種類あると言われてるんだぞ。そうするとまっちゃんが、そんなにあるの、そんなに難しいカクテルだったのということで、雲をつかむような話じゃないかなんて言うんですね。でもマスターは、それでもやらなくてはいけないんです、プロとして。そうやってその日は終わっていくわけです。ちなみにここでマスターが語ったジントニックの起源、これ前回もお話ししたんですが、19世紀イギリス領だったインドで、当時インドにいたイギリス人たちはマラリアに苦しめられていました。で、そのマラリアの特効薬はキニーネという成分です。ただこのキニーネは非常に苦くて飲みにくい。そこでこのインドにいたイギリス人たちは、このキニーネにお砂糖と炭酸水とジンを入れて飲みやすくして飲んでいた。これがジントニックの起源じゃないか。こういうお話をマスターはするんですね。まあ実際に調べていくと、以前
トニックウォーターという動画の中でもお話ししたんですが、トニックウォーターが一般的に販売されるのは1858年が最初です。なのでまあこの19世紀半ばぐらいからトニックウォーターが普通に市販されていって、ジントニックが飲まれていってたんだろうなというのはまあ実際にその通りだろうなと思います。ただ1868年ではですね、競馬場でもうすでに爽やかドリンクとしてジントニックは楽しまれていたよなんていう資料もあったりするので、まあ19世紀の後半ではジントニックはまあ薬としてという一面よりも爽快感のある飲み物として楽しまれていたという、まあそういうのがまあ実際のところかなというふうには思うんですけどね。はい。では、ドラマの方に戻りまして、その老人が来た翌日です。まっちゃんとメガネさんは心配そうにマスターどうなったと来店するわけです。そこでマスターは、ジンはめどが立ちましたと言って一つのジンを出すんですね。それがこちら、シップスミス VJOP というジンです。まあ、このジンはですね、まあ、以前あのジンの銘柄紹介というところでもお話ししたんですが、まあ、簡単にこのジンの説明をさせていただくと、まあ、このシップスミスというのは、発売当初は52度という高い度数で発売されていたんですが、今はさらに度数が上がってですね、今57度になってます。この VJOP はですね。で、このシップスミスという会社は2009年にロンドンの西側に創業してます。ここは、この時はですね、200年ぶりにジンの蒸留免許を取得して、そしてロンドンで久しぶりにできた新しい蒸留所だったらしいんですね。超小型の銅製のポットスチル、蒸留機を使って、18世紀、19世紀の昔ながらの作り方を再現したという、そういうジンです。そしてこのジンが登場したことによって、クラフトジンブームが起こっていったというふうに言われています。実際にその2009年の段階では、このシップスミスが200年ぶりにできたロンドンのジンの蒸留所だったわけですが、そこから現在はもう70以上の蒸留所がロンドンにはあるというふうに言われています。そしてこのシップスミスの VJOP ですね。この VJOP っていうのは、ベリージュニパリーオーバープルーフの略なんですが、その名の通りジュニパーベリーがたくさん入ってます。通常の3倍入ってるというふうに言われてます。まあドラマの中では通常の2倍というふうに説明してるんですが、現在のあのサントリーさんのホームページとかを見ると3倍と書いてあるので、まあ3倍とご紹介させていただきます。まあそれぐらいジュニパーベリーをしっかり感じれる昔ながらのロンドンのジンの作り方を再現してるという、そういうジンなんですね。はい。これをマスターは選択するわけです。そしてなんでこのジンを選んだのとメガネさんに聞かれて、マスターはこう言います。あの方の言葉にヒントがあると思いました。遠い昔仲間たちと飲んだ。そんなことを老人は言ってましたよね。そこにマスターはヒントを見つけたわけです。つまりあの老人は昔飲んだジントニックを求めてらっしゃるんだ。ジントニックの味を求めてらっしゃるんだ。そう思ってこのジンを選択しましたというわけです。で、マスターはビターでドライなこのシップスミスはロンドンドライジンの醍醐味を存分に味わえる究極のジンということができるんです。だからこれを選んだんです。というふうに言うんですね。そうするとメガネさんがピクンとこう気づきまして、ピーンときまして、マスター今ロンドンって言ったねと。マスターこのジンのチョイス多分合ってるぞって言うんですね。え、どういうことですか？メガネさんとみんながすっとメガネさんを向くとメガネさんが説明を始めます。じいさん確かこう言ってたよな。That can't be right.これは間違ってるというニュアンスの言葉なんだが、アメリカ英語ではキャントと発音する。しかし、老人、じいさんはカントと発音した。これはつまりブリティッシュイングリッシュだからだと。だから、君が選んだロンドンドライジンは正しいかもよというふうに言うわけです。そうするとマスターが、なるほどととっさに出た英語がブリティッシュイングリッシュだったってことは、あの方が長くロンドンにいたことも考えられますねと。そうするとトニックウォーターはおのずと決まってきますねというふうにマスターが言うわけですね。そしてマスターが選んだトニックウォーターがこちら、フィーバーツリーというトニックウォーターです。まあこのトニックウォーター、マスターがなぜこれを選んだかというと、ロンドンのトニックウォーターというのは気に入れがしっかり入ったものが主流です。なのでこのフィーバーツリーというトニックウォーターを選んだわけです。まあこのフィーバーツリーというトニックウォーターはですね、2009年に創業した比較的新しいトニックウォーターなんですが、天然のキナの抽出物が入っていることによって、キニーネという成分も入っているだろうと言われている、しっかりとこう苦味のある人工の甘味料だったり、保存料だったり、香料は一切使ってないという、まあそういうこだわりのジントニック、トニックウォーターなんですね。それをマスターは使って、昔のジントニック、ロンドンの昔のジントニックを再現しようというふうに決めたわけです。
まあ、ジンとトニックウォーターは決まったわけですから、マスター、あの老人の言ってるうまいジントニック、これで完成じゃないかというふうに、常連様は喜ぶわけですが、マスターはそこでもう一言、いやいや、まだですと。ジンとトニックウォーターの割合、そしてライムの扱い、ステアの仕方などなど、まだまだやらないといけないことは山ほどあります。そう言ってマスター、ここからマスターの試行錯誤が始まるわけです。営業が終わった後にライムの切り方を変えたり、氷の詰め方を変えたりして、いろんなジントニックを作って、テイスティングしてはダメだ、テイスティングしてはダメだということを繰り返していきます。まあ、こういう場面はですね、結構バーテンダーではあるあるといえばあるあるですね。営業後にいろんなジントニックを試してみるというのはあるあるですが、まあそういうのをこのマスター、ドラマの中でもそういう場面が描かれてましたね。そして場面はその当日、老人が来る当日になります。老人は約束通りの時間にレモンハートへ来て、約束通りうまいジントニックをもらおうかと言って腰掛けるわけです。そしてマスターはその老人のジントニックを作り始めます。これが二つ目のジントニックです。では実際に作ってみたいと思います。グラスは前回と同じグラスを使ってましたね。そして氷の方も5個ぐらい入っていたと思います。はい。ではまずこのグラスに氷を詰めて、ここにシップスミスの VJOP を 30ml 冷凍したものを注いでいきます。そしてライムは前回のジントニックより少し大ぶりになってました。4分の1カットぐらいです。これをここに絞っていきます。そしてここにこのフィーバーツリーを前回より多い量ですね、 70ml から 80ml ぐらいは注いでいたと思います。まあこのジンが当時は52度、現在は57度とアルコール度数が高いジンですから、トニックウォーターの量も前回より少し多めになっているという感じでしょうかね。で、このトニックウォーターを注ぐときにですね、このレモンハートのマスターは、あえて氷に当てながら注いでました。実際に注いでみたいと思います。そして前回よりもゆっくりと3回ステアして、ゆっくりと1回氷を持ち上げて、ゆっくりとバースプーンを抜くというステアをここではしてました。では実際にやってみたいと思います。そして最後にライムを飾って完成です。はい。まあその老人のために作ったジントニック、究極のジントニックの完成です。まあ、このジントニック少し解説させていただくと、あえて氷に当てるようにトニックウォーターを注ぎましたよね。こちらの方が確かに全体的にふんわりとこうジンを持ち上げてくれるので香りは立ちやすいです。ただ炭酸はその分抜けやすくなってしまいますから、やはり冷凍のジンを使うことは必須という感じでしょうかね。そしてライムも少し多めにしているというのは、このジンがしっかりとジュニパーベリーの香りがある、それに負けないぐらいのジンのライムの香りをつけたいということで、前回よりも少し大きめのライムを絞ってるんだと思います。はい。実際にこれ飲んでみるとですね、ちょっと飲んでみますね。うん、そうですね、やはりこうシトラスの香りがふわっと来てくれるんですが、口の中にはジュニパーベリーの香りがふわっと広がります。そしてこのトニックウォーターの苦味がしっかりとそこに寄り添ってくれていて、後味が全然甘くないですね。後味に苦味がしっかりと残ってくれるので、後味が全く甘ったるくない、かなりキリッとした美味しいジントニックに仕上がっております。はい。それでは話の方に戻りまして、このジントニックをその老人にマスターはお出しするわけです。そうすると老人は相変わらずのこわもて、厳しい表情で一口このジントニックをごくりと飲み込み、マスターうまいと、そこでニコッとするわけですね。そして老人はさらに語り始めます。ああ、この苦味だよ、もう半世紀も昔になるか、私は外交官としてロンドンに駐在していた。当時のイギリスは経済が悪化して国に余裕がなかった。そんな時代だったから、イギリスに住む日本人に世間の風当たりは強かった。この国で日本人はどう生きるべきか、朝までパブで仲間たちと語り合ったよ。そこにはいつもこのジントニックがあった。私にとって、私たちにとって、
このお酒は同じ時代を過ごした仲間だったよ。ようやく出会えた。マスター、本当にうまいジントニックをありがとう。もう何も思い残すことはない。そうやって老人は感謝の言葉をマスターに語るわけです。はい。で、ここでちなみになんですが、この老人が言っていた半世紀前と、半世紀前のイギリスということについてちょっとだけお話していきたいと思うんですが、まあ、この作品自体が2016年に、放映されています。その、まあ、半世紀50年前というと1960年代のイギリスということになりますね。で、この1960年代のイギリスというのはですね、英国病と言われるぐらい経済が悪化していってた時代です。実際にこの英国病と言われている1960年代から始まった時代はですね、イギリスが社会保障制度の充実だったりとか、基幹産業を国有化していこうということで、まあ、要は社会主義にちょっとこう寄っていってる時代なんですね。まあ、それによって国民への税金への負担っていうのは多くなっていきますから、イギリスの経済っていうのはどんどん下向きになっていってるという、そういう時代なんですね。実際に前回お話ししたチャーチル、が1回目の首相をしたのが1940年から45年です。で、このチャーチルの後を受け継いだのがアトリーという首相です。このアトリー内閣は1945年から1951年まで続くわけですが、このアトリー内閣の時に有名なゆりかごから墓場まで政策ということで、国民医療を無料化していったり、基幹産業、鉄鋼だったり、運輸を国有化していきます。それによってイギリスの経済というのは落ち込んでいくわけですね。で、このアトリー内閣が1951年に終わった後に、2回目のチャーチルの首相の時代がやってきます。1951年から55年です。で、この時にチャーチルが首相になったことによって、一度国有化した鉄鋼や運輸業っていうのをもう一度民営化していきます。こんなことじゃイギリス経済良くならないよということで、チャーチルの第二次内閣の時には、この国有化したものをまた民営化して、イギリス経済をなんとか立ち直そうとするんですが、このチャーチルの政権が終わった後、1964年、ウィルソン内閣という内閣の時に、再びこの運輸だったり、基幹産業、鉄道だったりを国有化してしまうんですね。それによって、イギリスの経済っていうのはどんどん落ちていくわけですね。まあ、この当時、イギリスはヨーロッパの病人と呼ばれていた。それぐらい経済が悪かった時代のようなんですね。まあ、それがこの老人が言っていた半世紀ぐらい前のイギリスの時代という、そういう感じでしょうかね。はい。まあ、ちなみに、この後イギリスはどうやって回復していったのか、誰が首相の時から回復していったのかというと、鉄の女で有名なサッチャーさんです。サッチャーが1979年にイギリスで初めての女性首相になります。で、そのサッチャー内閣は、その運輸だったり鉄鋼だったり国有化されたものを再び民営化して、金融の引き締めをすることによってインフレを抑制して、そしてイギリスの経済っていうのはどんどんまた復活をしていくという、まあそういうことですね。ちなみに、このサッチャーさん、鉄の女と言われているサッチャーさん、ウイスキーが好きだったことでも有名です。このサッチャーさんが好きだったと言われている銘柄がこちらです。グレンファークラス105という、こちらのウイスキーが好きだったというふうに言われてますね。で、このサッチャーさんの物語、ちょっと前に映画化しましたよね。で、映画の中ではサッチャーさんはフェイマスグラウスを飲んでましたね。サッチャーさんの部屋には必ずフェイマスグラウスのウイスキーとタンカレージンが置いてありました。はい。まあ、サッチャーさんやはりお酒が好きでウイスキーが好きだった方のようですね。映画の中でもよく、フェイマスグラスのストレートをロックグラスで飲んでましたね。はい、余談でした。はい、では、物語の方に戻りたいと思います。最後の3つ目のジントニックのご紹介に行きたいと思います。まあ、この老人は先ほども言ったようにマスターの作ったジントニックに喜んでくださったわけですが、そこでマスターは、お待ちください。できればもう一杯だけジントニックを差し上げたいんですが、一バーマンとしてどうしても超えてみたいんです。その思い出のジントニックをと言って、もう一杯ジントニックを作り始めます。はい、ではそのジントニックを作っていきたいと思います。材料は一緒です。シップスミスの VJOP とフィーバーツリー、そしてライムなんですが、作り方が少し違います。まず、グラスにライムを4分の1カット、まず絞ります。そして絞った後に、このライムの皮を丁寧に拭いていくんですね。まあ、これによってライムの皮から出た苦味というのを実際に取ってるわけです。で、このライムをグラスの底に入れていきます。
そしてここからは場面がちょっとカットされていたのでちょっとわからないんですが、この後多分氷を詰めたんだと思います。氷を4つから5つ詰めてます。で、この氷を詰めた後に冷凍したシップスミスの VJOP を注ぎます。30ミリぐらいでいいと思います。そしてフィーバーツリーのトニックウォーターを先ほどと同じようにだいたい70ミリから80ミリリットルぐらい注いでいきます。そしてここからが先ほどのジントニックと違うところです。バースプーンを入れて、このライム、そこに進んでるライムの果肉の部分だけを潰すように、混ぜていきます。そしてバースプーンを抜いて、マスターが言った思い出のジントニックを超える究極のジントニックの完成です。はい、これ実際にちょっと飲んでみて、コメントしたいと思います。うん、先ほどのやはりジントニックよりも格段にフルーティーになってますね。ライムの風味がぐわっと立ってる、先ほどよりも飲みやすいジントニックになってると思います。そしてジュニパーベリーもしっかり感じますね。実際にこれを飲んだ劇中の老人もなんだこれはと、さっきのジントニックよりも格段に爽やかさが増している、それに苦味がマッチしている、うまいとその老人も実際に言っていましたね。まあ、このジントニック作り方がですね、まあ、ライムの果肉だけを潰すようにして混ぜましたが、この作り方多分なんですが、これはですね、新宿にありますドンキホーテ藤田バーという名店があります。で、この名店にはこのレモンハートの作者である古谷光俊さんがよく通っていたことで有名です。そしてそのバーで古谷光俊さんが好きだったカクテルというのがジンリッキーというカクテルです。で、そのジンリッキーはですね、僕も実際にこのドンキホーテ藤田バーさんにはお伺いしていろいろお話をさせていただいたんですが、このドンキホーテ藤田バーのジンリッキーの作り方というのは今のジントニックのような作り方です。ライムを絞ってそこに入れて、そこに氷を入れてジンを注いで、ソーダを、ジンリッキーですからソーダを注いで、そしてこう、このように果肉だけを潰すようにこうやって混ぜていくんですね。僕も飲みましたが、美味しい、口、優しい感じのジンリッキーなんですが、それをこの古谷、作者の古谷光俊さんは世界一美味しいジンリッキーだということでよく飲まれていたようなんですね。なのでこのドラマの中で最後にマスターが作ったこのジントニックは、そのドンキホーテ藤田バー、新宿にあるドンキホーテ藤田バーのジンリッキーの作り方を参考にしたんじゃないかなと僕は思うんですけどね。そして物語の最後でこの老人は、マスター君はなんてことをしてくれたんだと、もう追い先短いと決めていた人生だったが、こんなうまいジントニックを出されたら来年もまたこれで祝うしかないじゃないかというふうに老人は言うんですね。そうするとマスターが、はい、来年もまたここでお待ちしておりますということで、この物語はエンドというふうになるわけです。はい、そういう素敵ないいお話でした。はい、ぜひぜひ皆さんも今日、作ってみたこのジントニックですね、まず最初のマスターが作っていたジントニック、こちらも、スタンダードで非常に美味しいです。そしてジュニパーベリーをグッと感じたい、そしてあんまり甘くない方が好きだ、苦味も感じたいんだという方は2杯目、そしてもっと爽やかさが欲しい、まあ、これから夏ですからね、爽やかさが欲しい、酸味も感じたいなんていう方はこのマスターが3杯目に作ったジントニックがおすすめです。はい、ぜひぜひ皆さんもご自身で実際に作ってみたりしてみてもいいかなというふうに思います。それでは今日はこれで終わりたいと思います。また次回お会いしましょう。バイバイ。